バス類は、ルーマニア東部のモルダビアの都市。バス類県の県都である。バフナリ、ブロドク、モアーラグレチロール、レディブ、ビーショアラのゴムラからなる。考古学の一般調査から、新石器時代には人類が定住していたことがわかっている。14世紀から地方都市として発展すると、人口も着実に増加した。歴史上に、 初めて登場するのは1375年のことで、カリオタスの息子、ゲオルゲにまつわるポーランドの文献に見られる。イリアシ皇太子のモルダビア皇即位に関する1435年の記録にも同様に出てくる。死害は1439年と、その翌年、モルダビア侵攻に向かうルーマニアのタタール人に放火された。15世紀に入ると、 シュテファン大公からモルダビアの副首都にされ、人口も近くのヤシに迫った。この頃、バスルイはその黄金期を迎える。大公は1475年、この地でオスマン帝国の軍勢を打ち破った。モルダビアの首都は後にスチャバからヤシへと移されたが、ブルラド南部の町々が南モルダビアの行政の中心に据えられたため、バスルイは単なる市場町に甘んじ、3世紀にわたり、 衰えていった。市内には、かつて大規模なユダヤ人共同体があった。19世紀後半にガリツヤから到来した彼らは、地元経済の新しい活力源になった。1899年には総人口の37%をユダヤ人が占め、ハシリズムの拠点も置かれた。しかし、ポグロム旋風やホロコースと、社会主義体制崩壊後のイスラエルへの移民などで、 その存在感は大幅に低下した。第二次世界大戦中、キシナウのシテファン体構造が市内に移設された。1968年にバス類県の県都に制定されると、近隣から求職者が流入したため、人口は再び増加を見た。直近の2002年の国勢調査によると、市の総人口は、全国33位の7万571人である。民族構成は、 下記の通り、近年は社会主義体制崩壊に伴う移民の自由化で人口は減りつつある。現在、市民の大部分はルーマニア人が占める。ロマは自然域に散らばるが、南西部のレディウ、ブロドク領地区に小さな共同体が存在する。元来流浪の民であったロマは共産党政権からカルデラ氏とみなされ、1960年代から70年代に、 市北部のルーマニア人地区に強制集中させられた。第3のリポバン人は市中心部に小儀式派の境界を要する。国勢調査のデータに基づくリーガ1に所属する FC バス類の本拠地である。ありがとうございます。